殿のご尊願を拝し、恐悦至極に存じ奉りまする。ご拝願の栄によくし、恐悦至極に存じ奉りまする。苦しゅうない。面を上げよ。はうむ、さすがは久保姫。東国一の美少女の名に恥じぬ美しさよ。あ、ありがたき幸せにございます。はぁ、腹胸様と目が合っちゃった。はぁ。それに引き換えその横にいるのは、なんだ、このへんてこまんじゅう。ありがたきお言葉にござりまする。褒めてやる。本当に何なんだこやつは。その辺にせい春胸、気持ちはわからぬでもないが、は、久保姫献上の件、誠に大義である。約束通りお主らを当家の家臣に取り立てようぞ。ありがとうございます。この方が伊達種宗、さすが東北地方一のお殿様って感じの方ですね。風格あるよな。そして横にいるのが息子の春宗藩ですか。まるでヤンキーみたいな雰囲気を感じますな。種宗公はまさに名は体を表すお方。何しろご子息ご息女合わせて20名以上おり申すからな。20名以上も。もしかして種宗さんの種って子種の種に通じ。やめろ。実際は違うござるが、さように感じざるを得ぬお方なのは確かでござる。煩悩は世界を救うんだね。こうして見るとますます面容極まりない連中だ。かような者たちを召し抱えて当家は大丈夫なのか。おほん。して、と名は伊達いぶりの神にござりまする。そうであったそうであった。して、いぶりの神、お主はなぜわざわざ久保姫を岩木から拉致してまで当家に仕えようとした。